質問は、愛欲の後悔に沈没し料理の対戦に迷惑しての話をもう少し詳しく教えてほしい。ですね、これはその人間の姿を教えられてるんですね。私たちはみんな愛欲を持ってる、ね、愛欲っていうのは愛してほしい、大事にしてほしい、認められたいっていう心、この心がね、いわゆる悪だと思ってる人がいるわけですね。悪いことだ。確かにね、こういう心によってさまざまな悪を生み出していくんですね。だから仏教上でも愛欲は悪だと思われる人が多いんです。だけど真実から言えばね、愛欲をね、愛欲が悪だからといって愛欲を否定しても愛欲ってなくならないんです、うん、愛欲は満たしていかなければならない、わけです。で、その時にこう大事なことはですね、仏教でね、ウロゼンっていう言葉があるんです。これはウロっていうのはですね、認めてもらいたいという心が漏れ出てくる善ってことなんです。例えば誰かに施しをするとね、こうやってこうなんか返ってこないかなって、ありがとういう言葉がね、こう来ないかな、こう期待する、ね、例えばこう誰かにこう施しをする、そうすると相手がね、ありがとう、本当に嬉しいわとかって言ってくれると、与えてよかったなっていうふうに思う、ね、それはその認めてほしいっていう心が誰しもあるから、そのために善をする。でも仏教ではこの認めてもらいたいっていう心をね、離れて善をしなさいっていうふうに教えられるんです。それが三輪空なんです。三輪空っていうのは私が誰々に何々をしてやったという心、これを封じなさい、忘れなさい、そうしなければそれは善ではないですよっていうふうに教えられる。こういうふうに聞くとね、なんかあたかも認めてもらいたいっていう気持ちが悪のように気がするんです、でも仏教ではそうじゃないんです。善をして認めてもらいたいという気持ちは邪道なんですよっていうことなんです。ね、施しをして認めてもらいたいっていう気持ちは邪道なんですよっていうことなんです。じゃあどうしたらいいの？施しをしなくても頭を下げて
認めてくださいって言ったらいいんだってことなんです。わかります？善をして善をするっていうことは自分が上の価値のあるところに立つわけ、価値のあるところ、つまり妙理の対戦で価値のあるところに立って認めてもらおうとする行為なんです。だから私たちは自分に価値がある、ね、あるところに立たなければ人は認めてくれないんじゃないかと思ってるんです。だけど仏教ではね、認めてほしいなら素直に頭を下げて認めてくださいっていうふうに言ったらいいんだよって教えられるんです。それが愛欲、それが愛欲を満たすってことなんですね。例えば施しをして認めてもらおうとすると、施しをしなければ認めてもらえないんじゃないかっていう不安が起きるんです、うん、ありのままの自分では認めてくれないんじゃないか。だから妙理の対戦で認めてもらっても愛欲が満たされないんです、うん、認めてもらいたいって思ったら素直にね、認めてくださいって言ったらいいんです。自分がね、私たちは正しくなければ人は認めてくれないんじゃないか、価値がなければ認めてもらえないんじゃないか、そういうふうに思うのでね、価値のあるものを手に入れて価値のある人間にならなければ人は認めてくれないと思ってるんです。だから施しをするのも、施しをしたということで価値のあるものを、ね、手に入れて価値のある人間になろうとする努力なわけです。そうやって認めてもらおうとする心、もちろんそれは仏教の、ね、初心者は そこから始めていくんですよ。でも、ああそうか、そうやって施しをして認めてもらうっていうことをね、では本当に心は満たされないんだなっていうことを知らされてほしいんですよ。最終的に施し、じゃあ施しが良くないんだってことじゃないんですよ。施しは施しでやっていくけどね、だけど自分が認めてほしいと思ったら自分が頭を下げてね、だからこう施しをするっていうのは自分が上に立って認めてもらおうとする行為なんです。上に立って認めてもらうことはできても、じゃあ下になったら認めてもらえないんじゃないかと思っちゃうんです。だから認めてほしい、愛欲っていうのは上でも下でも関係なく認めてほしいっていう心なんです。だから上で認めてもらったなら今度は下で認めてもらっていけばいいんです。下でっていうことは何かを施すっていうことじゃなくてね、自分が頭を下げて本当に認めてほしいんですと、自分のことを愛してほしいんです、大事にしてほしいんです、頭を下げてよろしくお願いします、自分から頭を下げていくことが大事なんです。森田さんと奥さんにね、施しをすることも大事なんですよ。施しをすることも大事だけどね、それだけじゃなくて頭を下げて、あんたが大事なんだ、どうか私を見捨てないでくれっていうことを言っていくことが大事って。何にもない自分だけど、何の価値もない自分だけど、でも
見捨てられないっていうことが分かったらすごく幸せになります。すごく愛欲が満たされます。なんか煩悩っていうかそういうイメージが愛欲の中にはあるんですけど、煩悩っていうのはね、価値のあるものを手に入れて価値のある人間になろうとする、これが煩悩なんです。これが煩悩。そうやってね、認めてもらおうとする心が煩悩なんです。愛欲はそうじゃない。愛欲自体は煩悩じゃないわけ。だから愛欲を素直にそのまま出して認めてもらおうとする行為は煩悩じゃないんです。あの感情っていうのがこう、妙理っていう一つの側、妙理は側ですね。そう、側がこう崩れてくると感情が見え出す。はい。で、その見え出したものが愛欲とつながっていく。見え出したものと愛欲が結びついています。そうです。はい。でも多くの人は我が崩れると認めてもらえないんじゃないかっていうのが怖くて、見えてきた感情を否定して我を保たせようとしちゃうんです。だから多くの人は我が崩れると苦しくなるんです、で素直に、あ、自分はこう 愛されたいんだっていう、大切にしてほしいんだっていう気持ちをその時に出せるかどうか。そう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 、はい。まあ、プライドがあると出せないですね。そう、プライドっていうのがこの妙理の対戦だ。だから仏教ではそのプライドを捨てて素直に認めてほしいなら認めてほしいっていうことをさらけ出していくことが大事だって教えられるんです。うんたほんにはこう、どういうんですか、愛の中にこうエロスの愛と、はい、アガペの愛があるっていう。でエロスが奪う愛で、でアガペが与える愛なんだ。で私今までこうエロスの愛と愛欲とはこう同じもんだっていう感覚にいたんですけど、はい、これはね、そのエロスの愛っていうのはこの愛を器に例えるとね、器の中が空っぽでね、心が乾いてる状態がエロスの愛の、それを満たしていくとやがて縁まで来て水がこぼれる段階になるんですね。このこぼれ出した愛がアガベの愛。エロスを満たしていかなければアガベにはならないんです。まあ、順序としてはまず愛されてほしい、愛してほしいっていう気持ちをこう持ちながらしていかないと、こう無理やり愛を与えるようなイメージ。まずは価値のあるところに立って価値のある人間だと思って認められるところから始めるわけです、ね、それがやっぱりね、私たちはどうしても勉強ができるんだとかお金があるんだとかそういうところで価値のあるところに立とうとするので、まずは施しをしてくださいっておっしゃるんです。施し、私たちは善はうろ善だからね、認めてもらいたいという気持ちで善をしている。だから善をするのは認めてもらいたいからなんだ。まずそこを理解して施しをしていくんです。施しが大事なんです。施しをしていく。で施しをして認めてもらえるようになると今度はね、じゃあ自分が施しをしなくてもね認めてもらいたいっていうふうに思うようになるわけです。
施しができなくなっても認められたいって思う。もちろん施しをして認められるのは続くけど、施しをしなくても認められるようになりたいっていうことはね、頭を下げて認めてもらおうとする、自分が下手に出て認めてもらおうとする、それは勇気が必要なんです、うん、そういうことをやっていくように努力していって、初めてこのエロスが満たされている、うん、だからこう施しをして認めてもらっているだけではなかなかエロスがたまらないんです。施しをしてるから認めてもらってるってなるので、施しができなくなったらやっぱり認めてもらえないっていうことに思うので、愛欲が満たされないんです。こう人のために何かするっていうのは、こう自分を犠牲にして何かをするっていう方法が善だっていう、はい、こう思いがこうあるんですけど、はい、こうもちろんね、自分を犠牲にして施すことも大事だけど、自分を犠牲にするときに自分の心まで犠牲にしちゃダメなんです、うん、自分の心を犠牲にするとね、その自分の心を犠牲にするように人の心も犠牲にしていいんだってなっちゃうんです、うん、それだと施しじゃないわけですよ、不正にはならない。だからいろんな意味でこう時間をかけたりとか手間をかけたりすることはあっても、自分の心を犠牲にしちゃダメなんです。だから犠牲、自己犠牲がいいっていう話もあるけどね、確かにその自己犠牲っていうのは仏教では善だと教えられるけど、仏様は自己犠牲をしても自分の心まで犠牲にすることはないから、ね、自分でやろうと思ってやってるから、どれだけ時間をかけてもどれだけお金をかけても自分でやろうと思ってるから、ね、自分の心を犠牲にしてやってるわけじゃないんです、うん、あくまでもその善をするのはこの心のね愛情を満たしていくためですから、犠牲にすると心の愛情が減っちゃうので、うん、何のためにやってるか分かんなくなっちゃうんです。何もだからまずは施しをする、で認めてもらう、そしたら今度は何もない自分でも認めてもらえるように努力していく。何もない自分っていうことは頭を下げて人に近づいてきていくっていうことです。そうやって認めてもらえるようになると心がすごく満たされる。だから今度はその満たされた愛をいろんな人に振りね、降り注いでいけるようになる。自分が満たされないと、ね、人に施しをすることはできないんです。貪欲に愛を求めるっていうこともあっていいっていう、貪欲に愛を求めてもいいですよ、頭下げてね。あ、うん、その貪欲にっていうのが頭を下げ、貪欲にっていうのは自分のね、利己的な愛を求めてもね、利己的っていうのは名利の方に入っちゃうから、名利を捨てて愛欲を求めてこそ本当の愛欲が満たされる。貪欲にっていうとどうしても私たちはこの名利の方で愛欲を求めようとしちゃうから、それではね心が乾くんです。だからどれだけ満たしても満たされないんです。だからそれを捨てて何にもないけど認めてほしいんだ、お願いしますって頭を下げていく必要があるってこと。愛欲の効果に沈没してるっていうのはこれ悪いことじゃないっていう、沈没してるっていうのはそれだけ愛欲が素直に外に出ないってことなんです。ああ
あ、出した方がいいってことですか。出した方がいい。あ、沈没してたらダメなんですか。沈没してるってことはそれだけたくさんあるってことなんです。なぜかって素直に出せないから。あ、でこう妙理の視点と愛欲の視点っていうのはこう、妙理っていうのはこうプラスの我っていうか、そうプラスの我ってことです。プラスの我を認めてもらおうと。で愛欲っていうのはこう感情を認める、本来の自分。そう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 。なので妙理から愛欲に移るっていうような、妙理を捨てて愛欲に移るという。でも親鸞聖人は妙理の体制に迷惑して捨てないといけないものが捨てられなくて困ってると、うん、ああそっか。愛欲の効果に沈黙するなら愛欲を素直に外に出して認めてもらえばいいのにね。でも価値があるところに立たないと認めてもらえないんじゃないかと思ってね、価値のある人間を認めてもらおうとしたんです。それでは愛欲は満たされないんですよ。今日は以上です。